はい、どうもこんにちは、マキです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらね、トマトになります。トマトね、今年はもうね、暖かくなってきて植え付けられるシーズンになってきました。そしてホームセンターに行くと結構いろんな種類のトマトの苗売られてきているんですけれども、今日はこちらに、トマトを植え付けていきたいなと思います。この動画を見ることによって、苗の植え付け時によりね、大きくトマトをですね、育てて、そして甘くて美味しいトマトをですね、収穫できる可能性がぐぐっと上がりますので、よければね、参考にしてみてください。初心者の方でも簡単にですね、できる方法になりますので、早速やっていきたいなと思います。それでは早速行ってみましょう。マッキーチャンネル。はい、ではですね、早速やっていきたいと思いますけれども、今日の手順としては苗の選び方とか、植え付ける前にした方がいいことっていうことで、まず1つ目説明していきます。そして2つ目は、トマトが育つですねにあたっていいですね、畝作りっていうところで説明していきます。そして3つ目は、実際にトマトを植え付けていくっていうところを説明していきます。そして4つ目は、まだ夜とかね、結構寒いんですね。なので寒くないようにする、簡単の方法ですね。その4つに分けて説明していきたいなと思います。じゃあまずは苗の選び方について説明していきます。はい、こちらね、苗ですね、購入してきまして、今回はこの濃い甘というですね、品種のトマトをですね、はい、育てていきたいなってね、思います。このようにですね、苗すごくですね、元気よく育っています。はい、そして苗の選び方として、まずはですね、こう茎がしっかりと太いものをですね、こういったものを選んでいくと良かったりします。そして、ここを見ていただくと、毛ですね、毛が生えてきてるなっていうのがね、見えるかなと思います。こういう、トマトの産毛ですね、産毛が出てきたものが、とてもね、空気中の水分を吸おうとして、とても旺盛に育っているっていうね、サインになります。なのでこういったものをですね、ちょっとね、選んでいただくことによって、いいですね、トマトだなっていうのがね、分かります。そしてこうやって上から見てみますと、葉っぱの枚数ですね、1枚2枚3枚4枚5枚6枚7枚ですね、生えてきてます。これ7枚ぐらい生えてきたらですね、はい、植え付けられる苗になります。そしてここの中心の部分見ていただくと、はい、この部分ですね、つぼみが出てきているかなってね、思います。こうやってつぼみが出てきたり、花が咲いているものですね、そういったものを意識的に選んでいただくといいですね。はい、そして葉っぱの後ろとか見てみまして、虫とかですね、ついていないものですね、虫とか病気っぽくなっていないものを選んでいくと良かったりします。はい、大丈夫そうですね。そして、後ろを見てみまして、根っこの部分ですね、根っこが、茶色くなっていないものですね、後ろから見てみると、若干ね、この部分ですね、白っぽい根が見えるかなと思います。そういった、白っぽい根がとても健康的な、根っこになりますので、そういったね、形で、はい、トマトの苗を選ぶときですね、選んで、ね、見るといいのかなと思います。あとは節間といいまして、ここね、トマトの葉っぱが出ていると思います。種の茎がこうね、ズズズズとありまして、その種の茎からですね、葉っぱがね、出ていると思います。そしてまた上に葉っぱが出ています。その間のことを節間って言うんですけれども、この節間が狭いものですね、は光にしっかりと当たって健康的に育っているなっていうね、サインになったりしますので、そういったものを意識的に選んでいただくと良かったりします。はい、ね、すごいですね、とても元気に育っています。そして植え付ける前にですね、これお水に浸して、ここね、水分をしっかりと吸わせてあげると良かったりします。これ水分をしっかりと吸わせてあげることによって、畑に植え付けた時に根っこの成長が良くなって活着しやすくなります。さらにですね、植え付けるその水分を上げると同時に、こういうリキダスという活力剤を入れていくと良かったりします。これを入れることによって根の成長をより良くしてくれて、それでね、しっかりと育っていきます。
液体肥料でもいいですかっていうね質問があるかもしれないんですけれども、液体肥料だと茎とか葉っぱが旺盛に茂りすぎてしまって、かえってね味が美味しくなくなってしまいますので、トマトはそこまで肥料は必要ないんですね。なのでこういう活力剤を使っていただくと良かったりします。そしてここの薄めるところですねを見ていただくと、苗の植え付け時ですね、一番上に書いてあります、1000倍に薄めていくというね言われていまして、水が5リットルに対してキャップ4分の1杯分、これをね入れていきます。こちらじょうろですね、5リットルのじょうろになりますので、早速こちらのリキダスをですね、こちらに4分の1ですね入れていきます。はい、こんな感じで4分の1ですね入りました。ではこのじょうろに入れていきまして、しっかりと混ぜておきたいと思います。はい、こちらトマトの苗があります。ではここにお水をですねしっかりと入れていきたいと思います。はい、1回上げまして、またもう1回ですね上げていけばしっかりとね浸透していきますので、はい、これで OK です。はい、これがね一つ目ですね、苗の選び方と植え付ける前に、やるといい作業というところで説明しました。そして2つ目は畝を作っていくというところになります。こちらはねほうれん草を夏冬の間育てていたところになりますけれども、こちらにですねちょっとね畝を作っていきたいなって思います。こういう、イボだけですね、これ100均で購入してきましたけれども、210センチのタイプのイボだけになります。これをですねだいたいトマト横幅が70センチぐらいあると良かったりするので、これも100均で購入しましたけれども、70センチのところですね、2、3、4、はい、ちょうどこの位置になります。なのでこの位置でまず印をつけまして、そしてこちらでも印をつけていきます。70センチ、ここかな、はい、この位置ですね、 OK です。はい、こんな感じでできました。そして今度は高い畝を作っていきます。今回使うものとしてはこういう冷気ですね、冷気を使っていくと畝をですね作りやすいです。トマトは水はけを良くすると良かったりするので、高い畝を作ってあげると良かったりします。高い畝を作ることによって、水はけも良くなりますし、通気性もね良くなりまして、病気とか発生しにくくなります。空気が含まれていきますので、根っこの成長も良くなりますので、だいたい高さ20センチぐらいですね、そのぐらいを目安に畝を作っていくと良かったりします。そしていきなり冷気だと土が硬くて、土を上げられないので、三角砲とか鎌とかです、クワとかですね、そういうのを使って土を柔らかくしてやるといいかなと思います。じゃあちょっとやっていきます。そしてここ土作りするときに、米ぬかを入れたりとか、あとは冬野菜の残渣をね入れたりとか、あとは鶏粉とか、あと有機石灰ですねを入れて土作りをしています。トマトはそこまで最初、育てるにあたって肥料はそこまで必要ないので、今回は夏野菜ナスとかの場合ですと肥料が必要なので化成肥料とか入れたりしましたけれども、今回はそういうね化成肥料は入れないでやっていきたいなってね思います。これで土ね柔らかくなりました。はい、じゃあ土をねよいしょこちらに持っていきます。もしくはスコップでここの溝を掘って高い畝にしてもいいですね。まあやり方はいろいろありますので、皆さんがやりやすい方法でやっていただくといいかなってね思います。はい、そして平らにしてならしておきます。よいしょ、はい、OK ですね。そして横のサイドの部分が崩れやすかったりしますので、サイドの部分はしっかりとこうやってね固めておくと、畝ね崩れにくくなっていいですね。はい、簡単ではねありますけれども、このように畝を作ることができました。これが2つ目畝作り土作りについて今ね説明しました。
ては3つ目、植え付けをしていきたいなと思います。はい、こちらね植え付けていきたいなと思いますけれども、まずは端っこから30センチぐらい離すと良かったりします。僕の手こうやって広げるとここ20センチになりまして、20センチからさらにここですね、ここが10センチになりますので、この位置ですね、この位置に、はい、トマトを植え付けていきたいなと思います。まずは、穴をね開けていきます。ではこのように手でね今ね畝作りましたので、土はしっかりとほぐれていまして柔らかいです。はい、こんな感じで穴をね掘っていきます。そして穴を掘りましたら、この場所にですね、ちょうどトマトをですね土があります。そして畑の土があります。そこが平行になるぐらいですね、そのぐらいの土の量を入れていくというかったりします。なので今ちょっと掘りすぎてしまいましたので、ちょっと戻してこんな感じですね。ここがちょうどね平行な位置かなってね思います。はい、こんな感じですね。はい、そして今回ですねコンパニオンプランツとしてネギと一緒にトマトは植え付けていくと、ネギがね出す成分がトマトの病気を防いでくれたりとかする効果があったりします。なので1株に対して、2つですね、2本のネギですねを使って、こちらのね2本のネギを使いまして、植え付けていきたいなってね思います。はい、ではですね今トマトねここね置いてきましたけれども、一度あげて、植え付ける前にお水ですねを入れていくといいです。先ほど、水分お水にリキダス入れた、ジョウロがありますので、ここにたっぷりとお水を入れていきます。よいしょ。このように入れていくことによってしっかりと水分を吸って、根っこがね活着しやすくなります。そしてこちらネギですねあります。こちらのネギをまずは2つに分けていきます。よいしょ。ネギはね強いですので、多少根っこが切れても大丈夫です。このようにして、ね、ここ、両端ですねにこうやってネギと、トマトの根っこが絡むようにしてやっていきます。そしてできました。そして、ここ今ねトマトですね、苗があります。この苗を早速取り出していきたいと思います。そして取り出すときは2本指ですね、2本指を使って、なるべく根っことか傷めないように注意をして、この後ろのお尻の部分ですね、ここをちょっと引いてあげます。そうするとわすごい根っこがね、白い根っこが生き生きと、はい、しているのがね、わかると思います。これね、茶色くなっていると老化苗になりまして、あまり良くないんですけれども、はい、こんな感じでね、しっかりと根っこを、ね、張って元気よく育っています。そして、これを今入れました、ネギの根っこですね、の上にこのように乗っけるようなイメージですね。はい、これで OK です。そして行きましたら、今先ほど掘りました土をですね、ちょっとずつ戻しまして、畑の土と、このね、トマトの苗の土が平行になるように土を戻していきます。こんなイメージ。トマトとかね、接ぎ木苗とかありまして、根っこは別の野菜の苗をですね、で育てている苗も売られていたりします。それは病気に強かったりとか成長の勢いをね良くしてくれる効果があったりするんですけれども、そういった苗ですねを使っている場合は、トマトのこの土よりですね畑の土を高くしてしまいますと接ぎ木苗の意味がなくなってしまいますので、接ぎ木苗のね野菜が育っちゃうんですね。例えば冬瓜とかですね、そういった苗を使って、育てたりとかしている接ぎ木苗があるんですけれども、そういったものがね冬瓜が育ってしまうってこともあったりしますので、あまり高くね植えすぎない方がいいですね。はい、そして見ていただくとこのようにね植え付けることができました。いいですね。そしてこのままだと風とか吹いた時に、グラグラグラとやられてしまいますので、ちょっと軽く支柱をつけて仮支柱をしておきたいなって思います。仮支柱はですね、棒でもいいですし、割り箸でもいいですし、僕はこちら竹がね余っていましたので、竹をね使って、仮をね支柱をしていきたいと思います。これ今トマトね、ちょっとね横になっていると思います。なのでそれが横にならないようにまっすぐ育つといいですので、このように、まずは
立てていきます。そして寄りかかれるようにこのようにちょっと斜め45度ですね、そこにこうやって刺していきます。はい、そうしますと風にね振られても、しっかりとですねそのトマトが育ってくれるようなそんな感じの、はい、支柱ですね、仮の支柱ができました。そしてできましたらこれだけだと風で飛んでやることもありますので、こういう紐とか麻紐ですねを使いまして、まずはトマトの支柱の部分ですねに合わせまして、そしてこのようにちょっとね八の字を描くようにくるくるくるっと回していきます。そして回した後はこの竹ですね、竹にギュッとね結んでいきます。このトマトの支柱には優しく、茎の部分には優しくやっていきます。っていうのも太く今後ね成長トマトをしていきますので、太くてうまくね成長できないってこともありますので、少しね太くなるような隙間を持たせていきます。そして竹の部分はしっかりときつく結びまして、はい、これでね仮支柱が完了になります。はい、いいですね、こんな感じで、ね、しっかりとやることができました。はい、このようにね植え付けることができました。じゃあこれあとですね、他のねトマトも植え付ける場合は間ですね、間が40から60センチぐらい離していくとよかったりします。はい、そして今回は黒マルチで栽培はしていないんですね。なのでこの僕ね麦ですね、ライタロウという麦を育てていたんですけれども、これを土の上に敷いて、黒マルチみたいな役割をしてやっていきたいなと思います。あとはねこういうのない場合は雑草とかですね、藁とかですね、もみ殻くんたんとかですね、そういったもので代用してもいいかなってね思います。はい、ではここねかなりね大きく育ってきましたので、ちょっとカットして使っていきたいと思います。じゃあここ根元の部分ですね、裁ちバサミを使いましてカットしていきます。これは去年の10月頃種をまいたんですけれども、すごくですね旺盛に育ちました。ね、こういうのをね畑のところにちょくちょくね育てていくと風よけにもなりますし、そういうね緑肥みたいな形で、天然の肥料ですね、土をふかふかにしてくれる牛糞みたいな役割、バーク堆肥ですねの役割があったりしますので、はい、そういうのをね使っていくのもいいのかなってね思うところです。なるべくね資材ですね、まあ高くなっていますので、お金をかけずにですね家庭菜園楽しんでいければなってね思います。はい、こんな感じで麦ですね取ることができました。素晴らしい、いいですね。また第2弾としてこちらもねファザーエンバクですね、ここは育てています。ではねこちらの部分に取りました、ものですね、藁を敷いていきたいと思います。でこれを敷くことによって雑草予防にもなりますし、あと地温も高くしてくれたりとか、やっぱりね何といっても土をですねふかふかにしてくれる効果があります。でトマトはですね、まあ早く収穫終わる方は7月とか8月には終わってしまうかなってね思いますけれども、長くねやられる方は11月とかですね、そのぐらいまで育てることはできます。なのでそういったね、タイミングですね合わせまして育てていくと良かったりしますので、そのね長くね育てますので、やっぱり土の力がね落ちちゃうんですね。でもこういう藁とか引いておくことによって微生物も豊富に出やすくなって、活動しやすくなって、いい状態でこのね畑が育って、野菜ね育っていきますので、はい、そういう意味でもですねこういうねものを使っていくといいかなってね思うところです。はい、いかがでしょうか。こういう感じでちょっとね緑の絨毯みたいなね感じでやることができました。はい、これでね植え付けが完了になります。そして最後にですねここの部分を寒さから守ってあげるといいです。株数が少ない場合は
袋ですね、あのゴミ袋とか肥料が入っていた袋を使ってこんな感じでやっていくのもねいいんですけれども、この場所は、さらにねあの結構まだ、育てますので、この場所はちょっとねあの100均の不織布ですね、それを使って、暖かい環境を作っていきたいと思います。じゃあ今回使うものとしては、長さがですね210センチ、2100ミリの、段ボールですね、これを使って、はい、トンネルをね作っていきたいなと思います。まだまだ強風が吹いたりとか寒さが来たりしますので、こういうトンネルがねあると、寒さから守られていいです。そしてだいたい目安として1メートル間隔ぐらいに、はい、このね支柱を使っていくといいです。そして100均で購入してきました不織布ですね、不織布は長さが4メートルで横幅が180センチになります。これ段ボールが210センチになりますので、こうやって土を入れていけばちょうど180センチのねアーチ状のドームですねができます。そういうねイメージで、はい、野菜やってね。そして今日はちょっとね時間がなくてトマトの苗ですね、これから今育てているものが大きくなったらさらに追加して育てようと思いますので、まだね今回は1個だけ植え付けてやっていきたいと思います。はい、こんな感じで、ドーム状のねアーチを作ることができました。そして、つけるときですね、ちょっと横ここね斜めちょっと横に広げておくとトンネル作るときに引っ張られるんですね。なのでちょうどいいサイズになるかなと思います。はい、こちらトマトありますけれども、植え付けた後にもう1回だけお水をねたっぷりと、入れておきたいと思います。これでね今日も暖かくなるということなので、しっかり活着して大きく育ってくれるかなってね思うところです。はい、 OK ですね。そしてリキダースとかですね、今回ね使いましたけれども、また、活着して2週間後ぐらいですね、先ほどは1000倍に薄めて使いましたが、活着して2週間後ですねは、100倍にして薄めて使っていくと良かったりします。はい、そしてこちらが100均の不織布になります。これね、長さ、4メートルで横幅 1.8 メートルになります。じゃあこれを早速使っていきたいと思います。はい、こんな感じでなっていますので、まずは広げまして、これが端っこですね、端っこの部分をまずは固結びですねしていきます。そして固結びしましたら、あとこういう U 字押さえピンですねを使いまして、固結びした内側のところですね、ここに入れていきます。はい、そして入れましたら、このねサイドの部分ですね、ここにちょっと斜め45度に向かってよいしょピンを固定していきます。そしてやりましたらこちらを広げていきます。広げまして、またさっきと同じですね、横の部分を、しっかりと結びまして、はい、固定をしていきます。なので家庭菜園で、こういうね不織布使うなら、この畝の長さが3メートルちょっとぐらいになりますので、3メートルちょっとぐらいの場所にトマト4株ほど育てられますので、4株ほどあれば結構なね育てられます。なので、ね、ちょうどいいサイズなのかなってね思います。あとは横幅が、この不織布もう1種類ありまして、長さが5メートルで、ただ横幅が 1.2 メートルとちょっと横幅狭くなっちゃうんですね。そうするとあまり横をサイドですねしっかりと防ぐことができなくなっちゃうことが多いです。なので僕は今回あえて横幅が長めの 1.8 メートルですねを使って栽培をしています。はい、こんな感じでできました。いいですね、ぴったしはまりましたね。そして今回は段ボールで固定するために、このねパッカーですねを使っていきます。こちらパッカーになりますけれども、この横のサイドですね、空気が入らないように、あと虫とかもね入らないように注意しながら、はい、パカッとね固定をしていきます。はい、そして反対側も同じようにね固定していけば完了です。やっぱりまだ本当ね寒いですので、せっかく植えても寒さでダメになっちゃうということが結構経験的にありました。なのでそう言ってねダメにならないように
するためにも、こういうね寒さ対策ですね、大切です。ぴったしですね、隙間なくですね、ちょうどぴったしに食風できました。では最後は上の部分も強風ですね、台風並みの強風が来たらやられちゃいますので、こんな感じでねパカッとねパッカーしておくと安全です。そしてさらに、しっかりとやるなら横の土を持ってきまして、この土の部分にですねちょっとだけ不織布を覆ってあげるとよりいいですね。よしかな、はい、いかがだったでしょうか、ね、こんな感じでトマトね植え付けすることができました。ね、まだまだねこれから暑くはねなっていきますけれども、寒さに注意しながら育てていけば元気なトマトですね育っていきますので、皆さんもねよければ参考にしてみてください、はい、じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。